暑い。なんでこんな暑いの？暑いねん。え、新潟寒そう。こんにちは。みんな元気？あ！ちょっと待って。ちょっと待って。うん、どうしよう。なんなん？言うことぐらい聞けんわけ。さっきめっちゃおもろかったんがさ、ナギの配信見てたらさ、あゆがさ、私のたい焼きアバターでコメントしててめっちゃ笑った。のんきすぎ、かゆで見て。あとこの T シャツ、この T シャツは私が小学校の時に着てた T シャツパッツパツ、めっちゃパツパツ。でも超のんきじゃない？可愛くてお気に入り。なぎちゃん体調大丈夫？え、私なぎちゃんと同じぐらいの体調不良なんですよね、ずっと。そう、なんかブースティーのあのイベント終わってからなんか永遠に体調悪くて、私も今なんか永遠鼻声で喉も痛くて。そう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 、なんかナギと同じ症状なんやな。なんか喉なんやな、全部喉っぽい、喉鼻の。そうそうそう、無理してたんだろうな。うん、無理してた、だいぶ無理してたよ。え、なんかほぼ全員風邪ひいてる気がする。うんうん、そうじゃない、分からへんけど。まあでもそれ流行るわ、あんなさバタバタして。免疫もそりゃ下がるかって感じ。うん、いや喉風邪かどうか分からへんけど、まあでもおそらくももかは鼻喉とかやから。そうそう、あとさ、あのミュートできてるかさ今日も確認していい？ちょっとなんかこれ直らんかったら困るなと思って。ちょっといきますね。よっしゃー、めっちゃ嬉しい。え、めっちゃ嬉しい、よかった、ミュートできてた。よかった、昨日できひんかったからさ、何やったんやろと思って。イエーイエーイエー。な、暑さこの部屋マジ、なんなんこれ、なんか密集したんじゃない暑いのが。昨日のミュートはコントみたいだった。え、それな、へえ、こけるね、こけるね、こけるね。だけどなんかね、うん、暑くてごめん。うん、本当だよ、涼しくしなよ。そっちは何度？いや、わかんない。このルームコメ欄早いですね遅い時もあるよ遅い時はとことん進まんよコメント。私がね、だいたい機嫌悪い時とかね、みんなめっちゃ気使ってくれてて、コメントめっちゃ静かにシーンってなるの実家？私も半袖だよ。もう私が、あ、扇風機が来た。もうね、来てくれるって思ってましたよ。いや、開けとったらさ、なんか他のさところの音とか拾うやん。だっておばあちゃんの部屋だから、なんか意味わからん音とか。あ、めっちゃいいです、ありがとうございます、助かります。ありがままです、ありがまま
ありがままありがままのお時間です。皆さんこんにちは、ありがままのお時間です。そよ風来ました。なんか昨日はさ、めっちゃもう昨日はもう世界で一番人生どん底みたいな感じのなんかびっくりするぐらいの配信したんだけど、逆に今はもうめっちゃ元気すぎて、なんかね、本当に逆立ちとか今してできる気がする。本当ね、今逆立ちできるわ。でも逆立ちしたら今2階だから多分お父さんに怒られるし、やらないけど、めっちゃ元気、今元気になってよかった。え、でもね、私昨日反省したの。昨日ね、なんかこの配信を見ておもちゃのこと嫌いになるんだったら嫌いになってもいいよって言ったんだけど嫌いにならないでほしい、やっぱりやっぱやだまあね、やっぱ私ってツンデレだからさそうなんだよね、私ツンデレだから、そう、なんか言っちゃいけないこと言っちゃうんだよね。ツンデレなの、ツンデレなのら強気なの。私メンタルが弱い時はとことん喧嘩売りたくなるっていうか、なんかなんで私だけがずっとこんな思いしなきゃいけないのってなっちゃって、もうそれだったらなんか私まだ何喋ろうとしてんだろう。でも本当になんか、なんで私だけが本当にずっとこんな辛い思いしないといけないんだろうとか、なんでなんか4期生がこんな辛い思いしなきゃいけないのとかめっちゃ思っちゃうんだけど、でもなんかね、今改めてなんかメールの返信とかでめっちゃね、今日じっくり読ませてもらったんですけど、もうね本当に皆さん温かい本当に皆さん温かくて、ツンデレとメンヘラの割合、そうだね、私でも本当にメンヘラなん、メンヘラっていうか、メンヘラ私ってメンヘラなの、メンヘラなのか。でも本当にね、そうなの。あ、メール返信してないや。バレてるよそう、でもなんかね、でも今日ね本当に4期生の配信をなんか見回りの先生みたいな、修学旅行の見回りの先生のようになんか見回っててなんかね、とにかく私なんか4期生の母親の気分で、なんか本当に4期生のお母さんなんかなってくらい、なんか4期生がなんか幸せでありますようにっていう。もう意味わかんないでしょ、もう意味わかんないくらい、なんか4期生が幸せでいてくれますようにっていうくらいな、なんかお母さんのような器なんですね今。だから4期生が配信で泣いたりとか、なんかそういう不満、今自分の不満を言ってるのを見て、なんかいや大丈夫、大丈夫やでってなったこの大丈夫、大丈夫やでっていううざい関西弁励ましモードは本当に年に1回発動する言葉なんですけど、なんか出ましたね今日本当に。なんか何だろうかしらとか言って、なんか昨日の私は本当に泣きながら、あ、なんか先輩になれないとかやってたんだけど、なんかなれます、うん、なれる、なんかね、なれるわファンにも母性お願いします。無理です、無理ですね、無理なんですけど、なんかもうね、慣れる気がしてきた。なんか今って本当に4期生全体がなんかどうしたらいいか分かんなくて、なんかもう本当にどうしようどうしようってなっちゃってんのね今無理無理なっちゃってんだけど、なんだろう、でも多分これもう、じゃあもう諦めようってなっちゃったらもうそこまでやし、そう、今ね私ね体育の先生並みに燃えてる。なんかもう追い抜かしてやろうぜっていう
スキャットさん頑張れ、ありがとうございます、嬉しい。そう、もう私の今のあの心はなんかもう4期生みんなでじゃあ抜かしてやろうぜっていう、なんか追い抜かされそうで怖いとかじゃなくて、もう抜かしてやろうぜっていう頑張ろうみたいな、もうみんなで抜かしてやろうぜっていう感じ今そう、もう無理だよ、もう追い抜かされるんだけなんだよ、もう無理じゃなくて、もう抜かしてやろう、できるよっていう、今めっちゃ体育会系の先生なんで、今夕日に向かって走ってる途中なんですよはい、そう、でもでもとか言って、でもあ本当にあの昨日の配信を見ていただいたら分かるんですけど、本当に昨日はもうとにかくあのご飯が喉に通らないくらい落ち込みでした。多分ね、今なんでこんなに元気になったかっていうと、さっき寝たからなんですよ。さっきもう爆睡してリビングで、そうそうそう、あの多分爆睡してなかったら多分今頃もう無理だって なってたんだけど、今はさっき寝たおかげでめっちゃ元気なの本当に。でも4期生のことを支えたいし、なんかなんだろう、そう、単純なんですよね私って。本当に寝るだけでね、あの元気になるんで、そう。まあでもね、ひどい叩かれようでしたね私、本当びっくりするぐらいひどい叩かれようでね、本当に叩かないでくださいねって昨日あんだけ言ったんですけどね、すっごい叩かれようでびっくりしちゃった、びっくりびっくりびっくり仰天。叩かれても元気なんですよね、もうびっくりする場合叩かれててびっくりしちゃったね。なんで叩かれるんだろうね、わかんないんだけど、まあ、でも私はね、あの加入したからもう永遠にアンチがいるんで、そう、永遠アンチがいるんだよ、まあ、永遠アンチがいるんだけど、まあ、でも今日のメールって行きましたか、あのアンチのこと、アンチのこと書いてるんですけど、メール行ったかな、行ってない、行ってない気がする。でも私でもちゃんと送ってんだけどね、あれ来てない、なんだって、なんで送ってないのねえ、私送ったのに、私めっちゃな長文の真面目なメール送ったんだけど言ってないの、許さないね私は、許さない。なんでさ、私は長文でみんなのことを考えながらやばい内容じゃだからじゃないの、全然やばくないんだけど私、だから私はおいおい私ちゃんと送ったのにダメだったの、なんでダメだったんだろう、本当にダメな内容書いてないよ、アンチやめましょうみたいなそれダメだったのかな、アンチやめましょうっていう、なんか本当にわかんないなんか変な画像のっけたのかな私もしかしたらどうしようなんかアイドルとしては載せてはいけないような画像とか載せちゃったらあ、アンチが NG ワード、あ、そうなんだ、 NG ワードなんだ、あ、ねえごめんね、あ、じゃあ私そのせいだ、私が悪いわ、全然スタッフさんが悪くない、スタッフさんは悪くないよ私が悪いね、じゃあ、あ、アンチっていう文字がダメなんだね、あ、そうだったんだね、教えてくれてありがとう、多分これから気づかずにいっぱい載せちゃうとこだった、あ、そうみたい、ごめんなさい、あ、アンチって文字ダメなんだ、ダメなのダメなんだ、アンチダメなの、永遠に言ってるアンチってアンチダメ
アンチダメなの、アンチはダメ、アンチはダメだけど、アンチって文字はダメなんだっていう初知り。別に、あ、ダメなんだね、わかった。じゃあめっちゃ言ってるのもろい。私しつこいからね、私本当にしつこいから、もうね、もうわかったって言われてもしつこいの。あ、ダメなんだ、そっか。じゃあ、メールでは送らないようにします。あ、そうだったんだね、でも初知りかも。肉、豚まん、なんでダメなの。豚まんがかわいそうでしょ。福耳がかわいい、私めっちゃ福耳ですよね、おばあちゃんとよく似て。もう来た、ありがとうございます。あ、そっか、そうなんですね知らなんだ知らなんだ、知らなんだ。あ、そっかそっかまあでもね、まあでも本当にそうですね。え、豚が NG。 なんかさ、私ね、一回ね、小学校の時になんかね、男の子になんか奥村はなんか豚だなって言われたことあるの。え、でも私小学校の時からすっごい冷静で、なんか普通にき、なんか傷ついたっていうか、なんかあれなんだけど、なんか、え、豚に失礼だよ、なんかそうやってなんか笑いながら笑い物にしてるけど、普通に豚って体脂肪率めっちゃ低いしとか言って体脂肪率低いから、私のことをもしかしたらデブって言いたかったのかもしれないけど、あの豚は体脂肪率めっちゃ低いから全然ごめんだけど響かないって言ったププ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 プ。もうそれを聞いて、その男の子はね、もう一切言ってこなくなった、一切言ってこなくなったけど、なんか なんだっけ、その分なんかめ、なんか変、なんか変なこと言われたけど、まあいいやね、本当にざまあ、今頃見てんちゃうの、今頃見てんちゃうの、本当今頃見てんちゃうの、ほんま。そうだよ、びっくりするよね、なんか本当にバカにして言ってきて、え、言っとくけど豚って体脂肪率めっちゃ低いからねって言ったじゃ、え、そうなのって言ってたえ、そうだよ、知らなくてそうやって言ったの。プー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 。私ね、あの、煽りが、煽るのはすごく好き、あの、得意なんだけど、あの、すぐに泣いちゃうのこんばんは、ももちゃんに勝てる気しない。いや、ももちゃん本当に弱いよ、口喧嘩。私すぐ泣くから。もう私ね、多分赤ちゃんよりも弱い。じゃあレディーファイって言って赤ちゃんと戦おうとするんじゃん、口喧嘩で。じゃあもうすぐに負ける、もうすぐ泣くもん私。赤ちゃんと一緒のなんかタイミングで泣きます、それぐらい私弱い今以上に丸かったの、なんなんほんまになんなんマジで。こんばんは、どうもありがとう。そう、今日元気だよ、今日寝たから超元気なの。ももちゃん強そうだけど、ももちゃんめっちゃ弱いよ、だけど弱いの、ギャップ萌えでしょギャップ萌えでしょ。早泣きの選手権なら勝てる、え、本当に勝てる。なんかね、私本当にね、今日このあの配信始まる前に、もうね、私本当に今日なんか人生をもう本当にもう今日でもう なんて言ったらいいんだろう、もう満足いきましたみたいな感じの、本当にずっと待って、鼻水やばい待って、でも やめる。でも本当に今日なんかずっとボケってしてて、もうリビングのソファーがあるんだけど、もうずっともう一歩も動いてない、そっから
あ、トイレはしたけど、トイレは行くときは動いたけど、もう一生ね、なんかリビングのソファーに寝っ転がって天井見て、ってずっと言ってて、あ、今日オフで、ずっとオフだよ。でも本当に置物で、私ってこれからどうなんだろうっていう、なんか本当に人生の悩み事を一人ずっとしてたわけで、いや、ちょっとでもドラマでも見るかって思って、でも本当にドラマとかなんか本当に違うことしないと本当に涙が出ちゃうくらい、あ、ママとかお仕事だったから、そう、本当にあの本当にぼーっとしてたら永遠に涙が出ちゃうくらい、なんか本当になんか別にこれが辛いとか、なんか別にこれが原因っていう理由はないのに、なんか永遠に泣けちゃうの。そうだけど、なんかあ、ちょっと違うことしないとこれやばいなと思ったから、ドラマ見て、でご飯食べて、でユンキの配信見てて、あー、みんなそうだよね、辛いよねってなって寝て、今今日のももちゃんルーティンはこれです。はい、朝起きて、おはよう、お昼ご飯食べて、リビングのソファーでもう永遠寝続けるっていう、で配信見に行って、ご飯食べて寝て、今配信みたいな。なんか本当にね、もうびっくりする、なんか本当にアイドルですかっていう、なんかルーティンを今日しました。まあ、でもなんかめっちゃ心安らかなり、こんばんは。でも本当に今心安らかなりです。はい、だから休んでよかったなって、心安らかなりだなです。こんばんは。チャットの量すごかった。え、そんな送りましたっけ私。はい、心安らかなりです。なんかパワースポットとか行きたいですね。はい、本当に今パワースポットとか行って、なんかパワーをいただきたい、なんか神のパワーをいただきたいです。って感じ。え、ありがとう、虹ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、虹がかかってます、ありがとうね、タイチさん。え、マジで、え、パワースポット超行きたすぎてやばい今、待って、やばい。いやでも、もう兵庫のパワースポットはもう時間がないので行かないんですけど、やばい、パワースポット行きたいなり。え、でも姫路の高校園マジで行きたかったなって感じ。やばい、鼻噛みます。学習しました。設定変えてないよ。え、でも本当に
本当になんか昨日、え、マジ待って何、ちょっと待ってもらっていい？何事かと思った。大丈夫だよ。めっちゃ鼻詰まってる最近。なんででしょうか、なんででしょうか。何もなかったの。うん、大丈夫、ありがとう。そう、なんか永遠に鼻水が詰まってるんです。花粉じゃん。オタクにしてほしいこと何かある？別に特にないよ、大丈夫だよ、ありがとう。なんだろう、してほしいこと。なんだろう、なんだろう、なんか兵庫と新潟をつなぐ新幹線を作ってほしいですね。もっちゃんアレルギーありますよ。あのね、ハウスダスト。ハウスダストとなんかフルーツ。ね、思うよね。なんか関西のなんか新幹線めっちゃ欲しいんだよね。なんかそっからつなげてくれたらピューっていけるの。なんか飛行機で行けるけども、私飛行機の名前出さないでほしい。もうほんとトラウマ、もうほんとやだ飛行機。なんなんマジ、もう飛行機めっちゃなんか苦手なの今。トラウマなの今。一回乗り遅れた事件があってからさ、めっちゃトラウマなの。もう私空港も見れなくなっちゃったの。本当に今空港恐怖症なんだよね、乗り遅れたことがあってから。本当にだって本当悔しい。もう本当お金の無駄になったし、なんかもうあの日がね一番ね、本当になんかアイドルとしてのなんかちょっとどん底とかじゃなくて、もうほんと人生初めての、なんか奥村桃花人生初めてのプライベートでのどん底になりました。もうほんとに許せない。しかもね、もう次の便があさってっていうから、もうどういうこと。って言われて、あさってやったら帰れへんやんって思って。でもまだ出発してないね飛行機は。出発するまであと15分あるから、本当に無理ですかって聞いたら、無理です無理です、とか言って、15分あるじゃないですか、いやもう無理です、どうしても無理なんですか、無理です、そんなバカな、そんなバカな。違う、私ちゃんと時間通りに行ったんだよ。行ったんだけど、その空港のなんかターミナル専用バスみたいなが遅れたのね。遅れたっていうか本当遅れて、で私も降りてバーッと走って行ったら、本当に何分前、5分前ぐらいに、5分なんか締め切り5分なんか締め切り5分前
30分前に行かないといけないから26分前ぐらいに行っちゃったの。で、あ、これ無理だなと思って、でも、もう分かんないじゃんそんなの。だからバーッと走って、すいません、締め切っちゃったんですけど無理ですよねって言ったら、無理です、そうですよね、無理ですよね、そうですよね、あれもしよかったらなんですけど、この後の便ってありません、ないですか、ないです、あ、じゃあ明日って、明日もないです、次の便は明後日です、明後日、明後日？ん？明後日ですか？はい、明後日です。明後日。で、返金はないですよね？ないです。うん。そりゃそうだよね。とか思って。で、待って、やばいと思って。やばいと思って、でも私これここで諦めたらダメだと思って、いや本当にすいません、何回も言ってしつこいかもしれないんですけどとか言って、本当に何回もすいません、しつこいかもしれないんですけど、どうにか無理ですかって言ったら、無理です、いやでも本当に帰らないといけないんですよ、無理です、無理ですよね、分かってるんですよ無理ってこと、そうですよね、ごめんなさい本当に何回もで、うわーとか言って、なんかそうですよね、どうしよう、じゃあもうとにかくマネージャーさんに連絡しようと思って、ありがとうございましたって言って、どうしようって言って、一人でなんか絶望してたんですよ、頭抱えて、やばいやばいやばい、じゃあそこにね偶然通りかかったなんかパイロットのような男の人が通ったの。だからまだね、まだその時間的には20分ぐらいあんの、その乗車までに、でもパイロットみたいな男の人が来たわけで、も一人だけこうやって頭を抱えてて、で違うとこにもね、違うとこにもなんかめっちゃ喧嘩してんの、いや俺やろやみたいな、なんでお前がなんかそんなやろそうな口聞いとんねん、乗せろやみたいなこと言ってて、あのおっちゃんも乗れへんかったんやと思いながら、あ、怖怖怖怖怖怖とか思いながら、まあでも私はもう無理ってこと言われたから、あ無理かと思ってめっちゃ頭抱えてて、こうやっていややばいやばいって頭抱えてたんですよ。じゃあそのパイロットのおっちゃんがね、どうされましたかって言われたんですよ。なんか私その時になんか一筋の光が見えてこれはなんかパイロットの人が、いやこの子乗せてあげてくださいよとか言ったらいけるんじゃねって私その時なんか思っちゃったの。だから、いや実は高校で、ね、あと乗車まで15分しか時間ないんですけど、なんかダメって言われちゃって、こうやって無理ですよねって、あそれは無理ですってどっか言ったあれなんかさ、なんか行ける流れやったやん、 なんか声かけてきたから向こうから、こっちから声かけてなんか向こうが、いやちょっと聞いてみますねとかだったら分かるんですけど、その人がどうされましたか、いや実はここで、あそれは無理ですすいませんってなんか言ってて、なんだこれって思って、めっちゃイライラした、なんなの、じゃあ声かけてくんなよって思って、ってなった、冷たいの本当に、そう、もうこっちはね絶望してて、待って髪の毛、そう私一筋の光が見えたの、もしかして、ありえない、もういけると思うじゃんか、いけないのかいいけないんかい、本当に。だから私はお姉ちゃんに電話しながら、そう60分前行動ってのを知ってて、ちゃんと
時間通りに行って行ったの、もう行ったのに、なんかもういろんな、こんなんなんかいろんな、そういろんなことがいっぱいありまして、乗れなくて、まあそりゃそうだよ、無理だ無理だ、今考えたら無理でしょ、どう考えても。だから私はもう姉ちゃんに電話かけて、もうごめんなさい乗り遅れちゃいましたっていうすごい情けない声でじゃあお姉ちゃんがもう一泊して、それから新幹線で帰ったらって言ってくれたから、すいませんそうさせていただきますって言ってお姉ちゃん家までまた帰って、ねもうほんと最悪とか言ってもう本当に最悪、マネージャーさんにもすいませんって電話かけて、もう本当にあの日は忘れない、忘れないね、私もう一生忘れない。なんかおんちゃんさ今年ももかとことんついてないよな、自腹になるやつか、え、もともと自腹ですよ、そうお金も返ってこないし困った、そうその時だけです、もうねその後はもうめっちゃ元気に帰りまーすとか言って、次の日お世話になりましたーとか言ってどこぞのが緊張ですか、なんか帰ってきた時だけあーごめんなさいとか言って泣いてんのに、次の日帰る時だけ帰りまーすお世話になりましたーではお元気でとか言ってもうねびっくりですよねそんなうん、びっくりだよねこんな妹、お世話になりましたバイ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 ありがとうじゃあお母さんめっちゃ怒ってる、まあ、あんたほんまいい加減しやはいすいません、もうほんまのあんたなほんまいい加減にしいやー、はいすいませんの繰り返し、分かっとんけ、分かってます、ほんまにいい加減にしいやー永遠これ、ほんとすいません、まあもう怒っても仕方ないけどさ、ほんまいい加減にしいやー、そんな時お父さんはもうそりゃな生き方難しいもんそりゃ間違えるわです、お父さん優しかったんだっけ、そりゃな生き方難しいわこれは、これはももか難しいわこれは間違えるわって言ってたって言いながら横でお母さんはいい加減にしいやほんまに、だから言ったのに、言ったのに何を言われたっけと思いながらそうっていう話、だから私はこういうトラウマがあるのでちょっと空港怖い、空港は悪くないんですよ、空港悪くないけどちょっと空港はね今ちょっと空港怖いです空港怖め、そうなの、今何時？仕事飛行機乗るかも、え絶対乗るよ、乗るでしょ、いやー35分か、自家用ジェット、自家用ジェットが欲しい、なんか宝くじって当たるんですかね、本当にそれ当たるか、当たってる人いるもんね、
え、宝くじの一等当たってる人とか周りにいますか？急になんかよくわかんない話。宝くじ一等当たってる人周りにいるもんなん？いないよね。私もいないんだけど、なんかいないかな。3,000円。え、でも私一回、え、1万円見たことあるよ。1万円。そうだよね、いても言わないよね。え、私どうしよう、言っちゃったらどうしよう。5億当たった。でもなんか信じてくれてくれなさそう。え、よかったねっていうコメント来そう。え、よかったね、すごいじゃん、すごいじゃん。え、すごい。マリちゃんのアクエストなら当たったけど。銀行の会議室に案内されるし、怖っ。あ、こんにちはとか言って入っていくんですよ私。こんにちは、え、あ、サインですか、え、私の活動してる時の馬のサインでいいですか。あ、ダメです。あ、え、ダメなんですか。ああ、やっぱそうなんですね。あ、馬のサインじゃダメなんですかとか言って、45分になったら壇上見ます。でも私めっちゃ今日衝撃やったのがさ、 HKT さんの最上菜々佳さんが卒業発表したっていうのを見てめっちゃ衝撃でした。えっと思って、え、嘘でしょ。本当に私初めて HKT さんと写真撮った方が最上さんだったんで、なんかちょっとめっちゃ悲しい気持ちになったけど、でも新しい道でも頑張ってほしいですって言い方なんかすごい上から目線だけど、なんか新しい道でも菜々佳さんらしく頑張ってほしいです。本当にすごい上から目線のことを言っちゃった。いや本当にびっくりしちゃった、えっと思って。本当に優しかったし、そう、ねえ寂しいよね、寂しいよね、わかる。でも本当に推しは推せるうちに推せですよ。本当にあの時もうちょっとこうしとけばよかったってならないように。まあでもね、その時はねためらっちゃうよね、わかります。なんかもうちょっとこうしとけばよかったって後悔する時はあると思うけど、でもその時はね、お金ちょっとそんなになかったしって思うし。あ、はフォローありがとう。だからなんか推し活って難しいよね。推し活推すのって、だから今をいっぱい応援してあげたら嬉しい、私は嬉しい、うん、嬉しいですね。そう、会いに行くだけが押すんじゃないし、だって会いに行くって言っても私今兵庫いるけど、その兵庫県民の方が、じゃあ NCT に兵庫県民の方がいるの、じゃあ応援しに、あ、応援しようってなっても応援しに行けないじゃん、遠くて、そんな毎週毎週。だからなんかその人のによっての押し方があるから、その押し方を
口出しは絶対しちゃダメ。待って、鼻かむ。って思います。まあでもね、まあ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 、まあ、その人が幸せならいいんですよ。結果オーライオーライ。こんばんは。めっちゃ鼻詰まってる、やばい。マジでナギと一緒。そう言ってもらって安心した。会いに行けなくて申し訳ない、いっぱい気持ちでいっぱいだった。えねえ、そんなことないんだよ。いいのいいの、もうね、十分ね、エゴサした時もいっぱいね、いろんなこと書いてくれててありがとね。花返しや、わかった、ありがとう、力入れてます。ありがとう。だから本当にね、なんかもういろんなね押し方がありますよね。だって私も実際 NNB さんを推してる時はそんなめちゃくちゃなんか、なんていうの、推し活にお金使ってたかって聞かれると、なんかいや、そんなにかもって思うし、でもそれでも私は幸せもらってたし、推しから。そうだからね、もうね、お互い幸せならもう何でもいいんですよ。それぞれの仕方があります、本当に。生のズンブラ、ズンブラ子に会えてな、何ズンブラ子ってなん、どういうこと5時5時まあでもね、ご帰省も入ってきますし、なんかちょっとでも考え方が大人になれればいいなと思いながらも、めっちゃ子供の思考のままなので、大人になれるように頑張ります。あ、ありがとう、レンボスター。そう、あとすごい最近めっちゃ嬉しいのが、なんか本当にひねくれじゃないよ、なんかみんながひねくれって言いたいわけじゃないけど、なんか私が発言する内容になんか、もしかして、昨日もあったんだよね、なんか昨日のあの配信をしたして、なんかももちゃん、なんか自分が4期の中で一番売れてると思ってんのかなみたいな書かれたけど、思ってませんよ、そんな、そんなひねくれ坊やにならないで。そう、ひねくれ坊やにならないでくれ、頼むから。そう、だから、まあ、今そうやって言ったけど、でもなんか4期が最近めっちゃ完売していってて、なんか嬉しいっていうか、なんだろう、違う、そんな、なんていうの、めっちゃ見下してるとか全く違うんだけど、なんかすごい、今日もね、なんか一番に凪に LINE 送ったし、おめでとうって、完売やったねって言って、そう送ったし、すごい嬉しかった。そう、まあでもその分私も負けてらんないなと思いながら頑張らなきゃなと思いながらと思ってます、私は。はい、というわけで終わりまーす。13位キョロちゃん、12位ハルさん、11位ヒデオさん、10位アルファさん、9位テツさん、8位ナオユキさん、7位リョウスケさん、6位松和さん、
5位未来さん、4位流星さん、4位カンモ F さん、2位太一さん、1位スキャットさん、ありがとうございます。はい、皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまた明日も配信します。そして、あ、そうだ、最後に告知、今日から生写真、赤ずきんちゃんの新しい生写真が出てるのでぜひチェックしてください。あの狼に食べられる前の赤ずきんちゃんだと思うので皆さん食べられる前に見といてください。チェックよろしくね。あとはおしゃべり会も受付中なので、よろしければ皆様お待ちしてます。2部完売目指してます。では皆さんおやすみなさい。バイバーイ。よーい、よいしょ、バイバーイ、ありがとう、おやすみ、いい夢見てね、バイバイ。